地球の新しい指導者、ピースクラフト代表が宇宙難民の受け入れを発表してから1週間、宇宙をさまよう難民たちを乗せた輸送船が今まさに大気圏へ突入しようとしています。長い戦争の末に地球と宇宙が再び手を結び、新しい時代が始まろうとしています。何者かがシャトルを襲撃しています。これは UCE 所属の戦艦のようです。難民を乗せたシャトルが攻撃されています。 UCE 軍がまた難民船を攻撃しました。何？爆発が。
私がラーカイラムに配属されたのは6ヶ月前。UCE 第4基地でのことだ。その頃はまだロンドベルが UCE の特務部隊として編成されたばかりだった。最初の命令は UCE の機密物資をジャブローまで輸送する任務だった。その時はまだいろいろなことを今ほど深刻には考えていなかったのだと思う。だが任務を翌日に控えたあの日、突然聞こえた爆音が全てを変えてしまった。あの日からいろいろなことを経験してきたが、今考えると我々が最後にしたことは、あの時にはもう避けられなかったのかもしれない。本日より作戦参謀を務めるルクレツィアノイン一級特尉だ。今後ともよろしく頼む。早速だが、これより実戦演習を行ってもらう。使用する機体は UCE が開発した最新機種、量産型ゲシュペンストマーク2だ。安定性が高く使いやすい機体だ。とりあえずはこれで腕前を見せてもらいたい。目標は演習機。各機所定の位置で戦闘開始。まずは三角ボタンで敵をロックオンするんだ。ドックした敵には四角ボタンで攻撃できる。攻撃は距離に応じて自動で切り替わる。基本だから必ず覚えておけ。形状が変わった時が目印だ。続いて空中戦のテストを行う。 R1 ボタンで上昇、R2 ボタンで加工ができる。常に相手と高度を合わせるよう心がけろ。次は回避の訓練だ。敵が射撃を行うタイミングに合わせて左スティックを弾いてみる。バーニアを消費するからむやみに使うなよ。次はダッシュの練習だ。×ボタンで発動する。試してみろ。ダッシュの間に回避や攻撃をすることも可能だ。解除するにはもう一度×ボタンを押せばいい。高速で動ける。急接近や強襲に利用するんだ。
諸君、ここにいる奴らを片付けておいてくれ。残りは予定通りに向かう。時間を無駄にはできん。行くぞ。当時、私は軍の医療班の手伝いとして UCE 基地にいました。戦争中でしたし、民間人が軍に協力するのもそう珍しくはなかったのです。あの警報が鳴り響いた時も、私は基地で働いていました。初めて間近で見た戦闘の恐ろしさは今も忘れられません。みんなと必死に逃げ回った後、気がつけばここに乗せられていました。
傷した人たちの手当てもろくにせず、敵を追いかける軍の姿勢に私は怒りを覚えました。そこまでして何を追いかけるのか私は知りたかった。でも今となっては知らないままでいたかったと思ってしまうのです。そうすれば私たちもあんなことをしなくて済んだかもしれないのに。